ですね、ドラム撮りから、始めたんですが、4月の1日ですかね、ドラム撮りから始めて、マスタリングが終わったのが9月の1日で、飛び飛びではあったんですけれども、だいぶ長い期間やってまして、苦労したことっていうかね、苦労はいつも同じなんですけど、とにかく、メンバーチェンジをして、タマルが入り、森が入りということですから、やっぱり、いやがおうにも期待も、高くなるでしょうし、興味を持って、音を待ってていただける方が多いと思ってましたので、なんかこうともすると力が入ってしまうんですね。アンセムのこんなのをやった方がアンセムなんじゃないかとか、いろんなこと考えがちだったんですが、まあでもなんかもうあそこまで追い詰められると、考える余裕もなく、まあ森で行くって決まった時点で何曲かレコーディングしようと思ってた曲をやめたりもしましたし、また逆にペインっていう曲のように、そのタマルがいて森川くんがいてっていうことで、できた曲もあったり、あと過去に、レコーディング直前まで行って、やらなかった曲を、森川くんが歌ったらぴったりハマったとか、でストレートバーダーもそうですね、一度レコーディングしたんですけどね、ブラックエンパイアに入る予定だったんですけど、その時のテイクはもう本当に、ダメだったね、清水君。ダメいや、まあでもそれがだけは原因じゃなくて、ちょっと それ最初にレコーディングして、一回そのレコーディング延期になったじゃないですか。あ、そうだっけ。スタジオの、いつもと違うスタジオで撮って、あ、そうだね、なんかちょっと感じが違うって言って、本当はそのデストロイ・ザ・バーダムのギターソロまであったんですよね。あったんですけどね。ギターソロありのデストロイ・ザ・バーダムだったんですけど、結果的にはでもあれで良かったんじゃないですかね。そうですね、あれで出しても、なんでギターソロあるんですかって今多分言われますもんね。そうだよね。まあまあ、アルバムはね、いつも大変なんですけども、そんなとこでしょうか。なんかどうなんですか、タイミングって感じだと思うんですけどね。そうでしたね。まあリーダーのやっぱり、まあ、森を誘うのも今回が最後になるだろうという意味の言葉の意味の中に、もうあら、うん、あらあらら、別にギャグをやってるわけじゃないです。その言葉の持つ重みとか、含まれている意味とか、まあ、全て自分もそこに相通ずるものを感じてたので、素晴らしいやっぱりプレイヤーの皆さんと一緒にこういう機会を共にするのはもう、今回しかないだろうということで、まあ、腹をくくって、まあ、しばらく考えさせてはもらったんですけど、どうでもないですかね、まあ、しばらく経ってリーダーにぜひやらせて、くださいという連絡を入れました。はい、発売されて1ヶ月経って、今聞いても、まあ今日ももちろんここに来る前に聞いてきたんですけども、未だにやっぱり新鮮に聴けるっていうのはすごいことだなって思うんですね。で、未だに新しい発見もある。あ、ここはこうなってたのかみたいな、あ、ベースラインがこうでとか、あ、ギターソロこうなって、ボーカルここでビブラートかけてとかっていうのはなかなかこの1ヶ月ちょっと聞けなかったんですけど、やっぱりここでちょっと、まあ、ツアーもやってきて聴けるようになったので、すごくそれで新鮮にまだ、はい、感じております。まだまだこれからも多分ずっとそうだと思うんですけども、はい、多少ですけどね、まあ、ギリギリ合格ですね。よかった。大丈夫。清水君どうですか。俺ですか、まあ、このレコーディング自体が本当に長くてあれなんで、なかなかそのやっぱりどうしても客観的に聞くのは、まあ、ここはこうだった、あの時はだったっていうのばっかりやっぱり浮かんでくるんで、でもやっぱその買って聴いてくれた方々のその反応とかをやっぱり耳にしたりすると、結構やっぱり評判も良くて、なんかやっぱ頑張ってよかったなっていう方が先に来ちゃうんですよね。でもね、タマル君もメンバー
正式メンバーになっての初めてのレコーディングなんで、まあ、頑張ったね。頑張りましたね。頑張りました。いろんなことを思い出しますね。森山君どうですか。そうですね、まあ、自分が復帰しての第一作目ということで、まあ、周囲からかけられる期待も、自分ではそうそう、そういうふうには思ってないですけど、まあ、当然そのように、ね、されるだろうということは、ね、予想できましたし、まあ、その中でどれだけこう今持てるその森川幸雄の全てを歌としてこう表現できるかということにだけを専念して取り組んでたので、もう本当レコーディング久しぶりのアンセモのレコーディングがもう本当きつかったんですけど、何がきつかったっていうとやっぱね体調管理が一番難しかったんですよ。ボーカルは肉体なので、もう本当にスケジュールのところギリギリ声が枯れるか枯れないかぐらいのところでこう一日の作業を終えてまた次ちょっと戻ったところで撮りみたいな、それのずっと繰り返しだったので、まあどのパートも皆さんすごく苦労はしてるんですけど、まあやっぱボーカル的にも大変な思いをして撮った作品だったんですけど、こうして作品にこう仕上がってみて、どうでしょうね、新生アンセムとしての大作としてはすごくちゃんとしたこう名刺代わりとしてなった素晴らしい作品に仕上がったんじゃないかなという思いで聞いてますね、はい、素晴らしい。はい、タブル今みたいな答え方がベストだ。そうですね、勉強になります。なんかされたことでも、まあいろいろされましたけど、小室がいろいろされました。でもまあ僕の中ではリーダーが後ろに来てくれるっていうのがまず感動ですよね。なかなかそんなシチュエーションないですから。うまいこと言っても今日は焼肉はないからね。準備できてます。何の準備。あ、でもそうですね、やっぱりドラムって動けないので、うん、そうやってメンバーが近くに寄ってきてくれれば寄ってきてくれるほどやっぱ嬉しいですし、うん、やっぱりそうですね、リーダーがそうやっていろいろやられましたけども、うん、名古屋大阪では水ぶっかけられたり、俺なんかでもギターソロの時結構寄ってるけど目合わせてくんないよね。いや森川さんはそんな寂しいね。いやいやいや森川さん本当にね笑かすすんですよ、もう笑っちゃうんですよ、もうそれ、その仕草が。その仕草が仕草がもうそれ見ちゃうと変な人みたいじゃない、それ見ちゃうとやっぱちょっと演奏に支障が出ちゃうので、もうなるべく僕はもうそらしてるんですよ、それは。そらすようにしてますね。実は最初そのシェッターのギターには EMG じゃなかったんですけど、やっぱよりちょっとそのオーソドックスなハードロックギターっぽすぎて、なんかもうちょっとその歪みの強いっていうか、ちょっとコンプレッションされた感じになっちゃうんですけど、それで EMG を、まあ、原因を稼ぐためですね、使ってるのは。でノイズもないので、なんかライブで使いやすいっていうことで使ってますね。よろしいでしょうか。お買い上げは下の石橋から。はい、これね、いくつかタイミングがあるんですね。でコンサートの前の楽屋リハーサル、サウンドチェックの前ですね、楽屋に入ってお弁当食べて、でみんなでミーティングするときにまず第一関門があるわけです。じゃあその時に変わらなければ、じゃあサウンドチェックのやつって呼ばれていって、その日のセットリストから、じゃああの曲やろう、この曲やろうってやってるうちに第二関門がいるわけです。第三関門はアンコールとかまで行くときには僕ら一回ステージからかけるじゃないですか。でそこで楽屋に戻ったり着替えたり汗を拭いたりしてるんですけど、そこに最も大きな第三関門がありました。それでその時に誰が、曲を変えるのかと、それはもうみんなで相談しながらっていうことにしといてもらえませんか。さあほとんどは、まあ、僕ですけど、それはそれはね、もう森川君なんかもう猛烈に嫌がってますよ。歌詞っていうのがね、突然出てこないわけです。まあフレーズがちょっと忘れてても進行があってれば楽器って大丈夫じゃないですか。ところが歌詞って出てこないともうどうしようもないんですよね。森川君はもう
その第3巻も3つ巻も今言いましたね、うん、その時はもうハラハラですで、田丸くんも結構ハラハラですね、ハラハラしております。で、清水はもう僕と長いじゃないですか、だからもう大体何が来てもあ、はいっていう。そんなことないんですよ、そんなことないんですよ、そんなことあるよ、いや、そんなことあるよ。最初はグー、じゃんけんほい。おめでとうございます。プロローグ1、2、3が発表になりました。日程だけですけどね。それで、秋に、アニバーサリーツアーという発表があったと思うんですが、いろんなことが決まってはいるんですけど、現状まだそれ以上のことをちょっと話せないんですけれども、それだけでは当然ありません、もっといろいろあります。ただですね、例年20周年、というか20周年、25周年は夏に、アニバーサリーツアーをやってきたと思うんですけれども、今年はまずそうではないということはまず分かっていただいたと思うんですが、そのツアーが秋になることで、いろんな作品のリリースも含めて、あの1年中アンセム祭りという感じで楽しんでいただける予定ですし、プロローグシリーズというのはずっとやってきた通り、完全再現みたいなことがあるのかないのかとか、完全再現っていうのはあと2枚残ってるんですよね、キングレコードで出したもので、ノースモークウィズアウトファイヤーとドメスティックブーティーが残ってるんですね。なのでそんなことを想像されてる方もいらっしゃるとは思うんですが、それについては、でもね、あの明日最終公演があるじゃないですか。そこからできるだけ早く今発表しているものに対しての詳細は発表するということで、もうミーティングの日程が全部決まってますので、できるだけ早く発表させていただきます。あと、今年はイベントに出たり、来年ですね、イベントに出たりすることもあるかもしれませんし、プロローグ、さっき言ったようにプロローグ1、2がもし完全再現なんだとすると、3っていうのは一つ余るわけで、それがどうなるのか、それがなぜ夏に1本だけなのかということも含めて、開催場所等々できるだけ早く発表しますので、お楽しみください、お楽しみにしてください。アンセムの皆さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。明日頑張ってください。